Ladies and gentlemen, welcome to One Cook Japan! こんにちは、ウイタンです。ルイチです。今回は我が家の愛犬、ニャイコについてお話をさせていただきます。今ね、ちょっと映っていますけど、ニャイコはミニチュアダックスフンドの男の子、10歳になります。たびたび動画には出ていたんですけど、最近ちょっとね、ご無沙汰だなっていう感じではありました。というのもですね、先日ニャイコが椎間板ヘルニアになってしまいました。先日といってもしばらく月日は経ってはいるんですけど、その時の様子と今現在どんな感じかっていう様子をちょっと今回はお話しさせていただこうと思います。椎間板ヘルニアをご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ある夜に突然ちょっと元気がないなと思って、後ろ足がね少しフラフラっとふらついているような状態がありました。翌日かかりつけの動物病院で診察してもらったんですけど、ヤイコの場合は診察を受けた時点で一番症状の重たいグレード5という診断が出ました。椎間板ヘルニアによって麻痺してしまって痛みを感じる痛覚まで失われてしまうという、すごく症状が重たいという状態でした。その時のニャイコの様子っていうのは自力で立ち上がることができない状態でした。あとね、痛みがすごく強くて首がもうずっと上がったままでこう下げれないんですよね。ずっと首が痛い痛いって上がっちゃってて、結構呼吸も荒いような状態でした。かりつけのね動物病院ではそこでは手術ができないので、大きな動物病院に行ってそちらで診察してもらってくださいという話だったんですね。紹介していただいた動物病院がたまたま休診日だったので予約を取ってね、そちらの病院で見てもらうことになりました。はい、こちらのね病院で見てもらった時に診断結果としてもやっぱり変わることはなく、ニャイコの症状としてはグレード5という一番症状の重たい状態という診断がおりました。椎間板ヘルニアになると症状によって治療の方法は変わってくるんですけど、グレード5という段階になると時間がね経てば経つほど手術の成功率としては数パーセントからもほぼ治らないと思ってくださいというような状態でした。結果的に、ニャイコは手術はしていません。というのはですね、このね大きな動物病院に来るまでに初めてグレード5という診断が下りてから2日が経っていたんですね。その間に自力で排尿することが困難になってしまっていたので、それにね私がちょっと気づいてあげることができなくて、ニャイコはおしっこがね多分溜まってきて気持ち悪いなっていうのでガジガジしちゃったみたいで、出血も多かったので夜間の動物病院で見てもらって応急処置をしてもらってはいたんですね。大きな動物病院のね院長先生としてはグレード5になってしまうと麻痺を治して歩行をするっていう可能性が本当に本当に少ないので、それよりもまずはニャイコの体調を整えてあげること、出血や炎症を止めて体の体調を整えてから麻痺は残ってしまうんですけど、リハビリやマッサージ、そういったものを繰り返すことによって今までのようにね歩行ができる可能性があるから、麻痺をね治すことはもうできないけど、そういったケアでニャイコのね体調を整えていきましょうというふうにお話のもと、そういう方向に向かいました。あと一つすごく心配なことがあったんですけど、それはそもそもねニャイコがおそらくグレード2ぐらいだった症状、足がふらつくような段階から一晩にしてグレード5にまですごく進行が早かったことが心配の原因なんですけど、進行性の脊椎軟化症という病気が心配されました。それが発症してしまうと1週間ぐらいで命を奪われてしまうという可能性があるとても怖い病気でした。ニャイコがね入院して、とにかく、体調を戻すことが大切にはなってくるんだけど、1週間ね症状が悪化するようなことがなければ進行性の脊椎軟化症ではないというふうに、考えられるので、まずは1週間を乗り切りましょうという、お話でした。もうね脊軟化症の可能性としてはね、ヤイコはもう 50% って言われてました。もうねもう今思い出すだけでもちょっと
涙が出てくるぐらい本当にもう1週間もう心配で心配で仕方がなかった日々でした。あんま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 もなんか食べてきたな、ね、あっママ痛いよそれ。今ね、こうして、お家に帰ってきているということで、進行性の脊椎軟化症ではなく、無事にねお家に帰ってくることができました。約ね1ヶ月ぐらい、体調を整えるために入院していたんですけど、お家に帰ってきてね後ろ足のねマッサージ、屈伸の動きとかね、人間でいうと膝をコンって叩くとミヨンって足が反射で動く、あの状態をニャイコにも期待ができるということで、その反射を使うことによって今までのようにお散歩もね、することができるようになるので、しっかりリハビリとマッサージ屈伸のね運動を練習お家で続けましょうということだったので、今はそのリハビリとマッサージ、家族一丸となってやっているところです。そういったリハビリも効果があって、今はちょっとね立っていられる時間も長くなったし、反射でやっぱり後ろ足がついてきて、ぐん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 、歩くこともできるように、だん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 なってきている状態です。間板ヘルニアの症状とはまあ別にはなるんですけど、膀胱結石というのが見つかりました。膀胱の中に石ができているんですけど、それはねレントゲンを取って見つかったんですけど、またねその石が尿道に詰まってきてしまうとおしっこが出なくなってしまって、また大変なことになってしまうので、それを防ぐためにまずは専用のね食事に変えて膀胱結石を消えるのを待とうっていうような段階です。膀胱結石が見つかるのは初めてなんですけど、すごく衝撃を受けました。ほとんど膀胱結石の原因は食事ですというふうに言われました。ヤイコは、いわゆるあのカリカリのドッグフードとか、ちょっと柔らかい、半生とか、缶詰のような、ドッグフードと言われるようなものしかもうほとんど与えてないです。なのであの人間の食べ物とかも与えてないので、食事って言われた時に、なんだろうってすごく思ったんですけど、いわゆる、大手メーカーのドッグフードは食いつきがすごくいい分、やっぱり体に、影響はあるようです。特別ね食事の健康にこだわってこれとかっていうしてきたわけではないし、かといって欲しがるものは何でもみたいな感じではなかったので、美味しそうに食べるなと思って、これなら食べるなと思って買っていたドッグフードが、実はニャイコにとっては膀胱結石を作ってしまう原因だったっていう風に思ってしまうと、もう本当にあのショックでならないです。そういった情報ってなかなか耳にすることがなかったので、もちろん知っている方もいらっしゃると思うんですけど、私たちは本当に分からなかったので、今気づけた段階で専門の食事に切り替えて、ニャイコの膀胱結石が消えるのを今待っている状態です。膀胱結石が、しっかり消え切るまでは麻痺が残ってしまっているので、自力で排尿すること自体がもう今はできないので、カテーテルっていうね管を入れて、3時間おきに、おしっこを取ってあげているっていうような状態です。これ膀胱結石が、ね、しっかり消えれば、カテーテルが取れて腹部圧迫って言って、お腹をギューってね押してあげて、おしっこさせてあげるっていう、1日5、6回するって言われるんですけど、次はそちらの段階に行く準備として、お家でケアをしている状態です。そうそうそう、そういえばこのねエリザベスカラーを今つけてるんですけど、それも、にゃいちゃんは多分この先外すことはできないですっていうような話です。椎間板ヘルニアでね麻痺が残っていると、深いところのね痛みの痛覚、痛みは感じることはできないんですけど、やっぱり末端のところとかちょっとやっぱりピリピリしたり気になるのかな。エリザベスカラーをね外してしまうと、もしかしておしっことか後ろ足とか気になってねかじってしまうっていうワンちゃんも中にはいるみたいなので、そういった危険なことを防ぐためにも、ニャイコはもうエリザベスカラーはもうほぼほぼほぼもうこのままこの先はずっとつけたまま
にしておきましょうという、状態です。ということでいろいろお話をさせていただいたんですけど、今の状態としてはニャイコの歩行のためのマッサージやリハビリ、そして排尿がね、膀胱結石が消えるまではカテーテルをつけて3時間おきの、排尿をするということ、あとはもうエリザベスカラーもね取らずに生活をしていくというような状態になっています。エアチもねやっぱり、難しいことはわからないと思うんですけど、今までのニャイコの状態とはちょっと変わってるなっていうようなことはなんとなく感じていると思います。リハビリもね、レオチなりに一生懸命お手伝いしてくれているような状態です。今までとはちょっと生活が変わってきているんですけど、その中でもね、家族みんなで、ニャイコを支えながら、楽しく生活をしていこうと思っています。いてててて、てうばー、ママはそこでねんねしてるよ。起きちゃった。バーしたらびっくりしちゃうよ。リュウチもね、ニャイコと一緒に生活をしていることで命の大切さとか、ニャイコを通じて、いろんな形でね学んで言ってくれたらなって、思ったりしてます。たくさんお話しさせていただいたんですけど、これからねワンちゃんと生活をしようかなって考えている方とか、もうすでにねワンちゃんと生活しているよっていう方々にも、この動画で何かね伝えることができたらなと思って、今回動画にさせていただきました。うん、ごちそうさましたの。ごみ、美味しかった。甘いだったね。はい、ゴミ箱へこれお願いします。行ってらっしゃい。はい。ということで、またね、ニャイちゃんも動画にどんどん出てきてくれると思うので、また見に来てください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、またねー。バイバーイ。